今回はなんとね、まただいたい3時間限定の無料報酬が来たっぽいから、まあ、ちょっとねゲットしていこうかなって思って、まあ、前回のはねちょっとゲットするの忘れてたんでね、まあ、今回はちゃんとゲットしようと思って、で今日のやつはもうね終わっちゃってゲットできないんだけど、明日8月7日の9時から12時15分まで、まあ、朝のにゲットできるチャンスがあるんでね、多分視聴者の方はそっちでゲットするしかないんかな。まあやり方がまあね2つ方法があって、よくわかんないウェブサイトから見る方法とフォートナイトでゲットする方法はか、ちょっとフォートナでゲットしようかな。まあそのゲットする方法がこの FNCS の島だね。なんかめちゃめちゃ見てる人おるやん。まあ行くわ。この FNCS の島で、まあ、ここに映ってるこの FNCS の大会を今回はね15分見るだけでゲットできるみたい。15分、まあ、ちょっとね15分後までスキップ、まあ、多分もう20分経ったでしょう。どっちの結果あったわ。多分これでゲットできる。あ、もしかしてまだ届かない。再起動しよう。あ、まだすぐにはゲットできないっぽいね。まあ、ちなみに今回ゲットできるのはこのロード画面らしいね。ちなみに動画で1回紹介したあの時間しかもうゲットするチャンスはない。でみんなが期待してるバックアクセサリーは次の次でゲットできるみたいだから、バックが欲しい人は最後だけやればいいかもね。けど、まあ、今後ねもうゲットできないね限定アイテムたちなんでね、欲しいよって方はね、ぜひゲットしてみてください。多分、後で配布される系かな。